おはようございます。2023年の12月28日、今日は仕事納めの日でございます。仕事納めと言いましても、今日でお仕事が終わりの方もおいでです。逆にですね、今日から、7連休とか8連休とかお休みをいただく方、そしてお休みをいただく方ではなく、逆にこの時期お仕事をしていただける方もたくさんおいでです。そんなお仕事をしていただける方のおかげで、お休みをいただいている方が安心してお休みをいただけることに対して本当に心から感謝申し上げます。改めまして、江南市議会議員の大藪豊和でございます。今日は仕事納めということで、実は私の朝の挨拶運動、これもですね、本日をもって年内の挨拶運動、朝の挨拶運動は終了とさせていただきます。そして翌1月の9日から、火曜日からですね、月曜日からの祝日だもんですから、火曜日からまた朝の挨拶運動をさせていただきます。12年目の朝の挨拶運動になります。どうぞよろしくお願い申し上げます。本当に1年間皆様のおかげで、この法定駅ももちろん、そして江南駅、そして柏丸駅での皆さんのおかげで、安心して私もね、楽しく朝の挨拶運動ができましたこと、本当に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。皆様本当にですね、この年末多忙なことを、多忙なところだと思いますが、年末も健やかにお過ごしいただき、そして新しい年度を、新しい年をですね、素晴らしい素敵な年をお迎えになられることを心よりお祈りいたします。さて、今日の話題ですが、ちょうど しばらく前にですね、 SNS の方でもお話ししました。畑館、江南市内の畑に水をまく畑館というね、ものが故障している、断水しているという話を聞きました。先日このことに関して、担当の課の方にお尋ねしたところ、一旦は、復旧の目処は立ったということですが、大変残念ながら、土地の低いところから順番に水が出るようになるそうです。北側にあります、こっちの北、地区ですね、この地区に関しては出るのにしばらくお時間がかかるということです。もうちょっとだけ、ご勘弁をいただきたいということが、市役所当局からのお返事でしたのでお伝えしておきます。全然ガラッと、ね、話題変わります。先日はドン・キホーテにですね、買い物に行ったところ、かける紅生姜、かける紅生姜というドレッシングを売っていました。ちょっと買おうかなと思ったんですけど、ちょっと勇気がいります。もしですね、このかけるドレッシングについて、美味しいよとか、こんな風に使うといいよというような情報がありましたらば、お寄せいただければ嬉しいです。一度買ってみたいなと思っております。さて、これで最後の、今年最後のご挨拶運動になります。来年は1月9日から12年目のご挨拶運動、またよろしくお願いします。それでは皆様、素敵な年を迎えられますことを心からお祈りしまして、今年最後の朝の挨拶運動を終了いたします。もちろん年内、そして年始適宜、私の方からの YouTube、そして TikTok の動画もアップしていきます。 SNS もね、アップしていきますので、またお相手の方よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。江南市議会議員大藪豊和でございました。では素敵な年をお迎えください。